はい、皆さんこんにちは、ワンダリガ龍一です。今回は提督の決断4パープゲート PS 版続きをやっていきたいと思います。前回インド洋激戦の末、消耗戦の末、確保したというところなんですが、艦隊がだいぶすり減っているという状態なので、今回はね、まずは艦隊の生産からやっていきましょう。まずは欲しいのは空母。これは足が遅くてもいいので、ね、7型の空母を作っておきましょうか。2隻作れる？いや、1隻だけだな。で、7型の空母の他に戦艦が作れるか。ヤマトが作れればいいんだけど、ちょっと確認しましょう。海ヤマト作れるね。海ヤマトを作っておきましょう。いや、鉄が足りない。一旦先延ばしにしましょう。で、飛行機だよね。あと飛行機ちょっと全く使い物にならなかったのがいくつか反省点としてあるので、今回はまずは艦長の戦闘機、冷戦の32型、これを60、いや40だな。で、艦長の爆撃機、これがね、二次爆がちょっと全然ダメでしたね。空戦能力つけなさすぎましたね、さすがに。なので今回は設計をしましょう。二次爆をちょっと改造します。空戦をちょっとさすがに20ミリの機関砲をつけておきましょう。で、機銃が12ミリの機銃をつける。これで最高速度が話にならなくなっちゃったんで、爆撃能力を500キロ爆弾に落とすしかないんだよね。急降下はつけるしかないので、偵察能力もね、レーダーはつけなきゃいけないし、エンジンも変えようがないからね。航続距離も2300から落とせない。走行を仮に25に落とした場合、爆弾を750に上げられる？ 800 に上げられないもんね。いや、ここは500にして、搭乗員の無事の帰還を祈って、ギリギリまで上げましょう。30だね。32だね。32にしましょう。これで、二次爆の2とします。二次爆の2ですね。これで OK です。これで6週間後に生産可能か。まあ、空母のことを考えたらちょうどいいかもしれませんね。で、あとは潜水艦隊と、新しく加わった艦隊を一旦インド洋に集結させましょう。で、さらにインド洋には飛行場を急いで建てましょう。で、インド洋はそれまでの間、今いる既存の傷ついた艦隊で守る。まあ、インド洋に敵が攻めてくることはないかなとは思いますので、消耗戦だったんで敵もだいぶダメージは負っているはず。ぐは、
完全に読みが甘かった。インド洋に敵艦隊来るか。まあせめて潜水艦隊投入しといてよかったね。まあなんとか逃げ切りでいきましょう。逃げ切りで。昼間から来るか。余念がないね。了解。まずは潜水艦隊で敵の位置を探って逃げ切り態勢に入りましょう。了解。了解。なので時間はねちょっとも早めていっちゃいます。敵の位置がわからないとちょっと不安だよね。昼間からじゃないですね。海戦は夜から始まってますね。もう火を、爆炎を撒き散らしながら第五艦隊逃げ切りに入りますけど、これは潜水艦だけ残っててもね、基地がなくて潜水艦だけっていう状態だと敵にその海域を奪われてしまうっていう、パワーアップギットからの仕様になってるので、どうしてもね水上艦が一隻でもいいので残っておく必要があります。敵の艦隊がいないな。どこにいるんだ。指定地点に到着。了解。第15艦隊も指定地点に向かわせましょう。じゃあマラソン大会4月の13日、14日かな、日曜日に、上海でマラソン大会があるんで、そのマラソン大会に向けてトレーニング中なんですけど、結構距離もスピードも出して、伸ばしてトレーニングしてるんで、食事はね、結構しっかり取るようにしてるんで、おっと、敵艦隊発見ですね。してるんで、その分ちょっと体重がね、トレーニングしてる割には変わらないっていう、ちょっと悲しい状態です。さあ、敵の艦隊発見します。どうする？航空機からの攻撃、届くなら出すか、一応。第五艦隊だけは絶対に敵から見つかってはいけない。了解。航空隊発艦。味方艦隊より入電。航空隊発艦。空母がいるな、敵は。しかも正規空母以外に護衛空母もいるね。敵の正規空母を仕留めないとね。了解。航空隊着艦。雨が降ってきている。これはチャンスだぞ。第15艦隊を敵の真下へ突入させていこう。第15艦隊というのは潜水艦隊のことです。
第15艦隊は一旦切り替えて魚雷の発射を禁止して敵の近くに行くまで我慢させよう。よし、ここまで我慢したらいい。魚雷の発射を許可する。仕留めよう。それはこっちも同じだ。潜水艦がガツガツ沈められてるけど、敵の正規軍もレンジャーは沈めたい。潜水艦残り5隻になってますね。まあ敵を追っ払うことには多分成功したとは思います。ただレンジャーは取り逃しだな。で、第5艦隊がちょっとなんか狙われてもおかしくない位置に行っちゃってるので逃がしましょう。空母を撤退させて、巡洋艦、軽巡洋艦でレンジャーを仕留めに行こう。航空隊発艦。ライトも照らして敵のレンジャーを仕留めに行く。LST というのは見えてるのは揚陸艦ですね、おそらく。そうですね、今ちょうどその揚陸艦撃沈しましたが、目的としているのはレンジャーだ。レンジャー、よし、レンジャーの足を止めた。足を止めたらあとは魚雷をぶち込むだけだ。よし、敵の空母を仕留めましたね。いや、今の魚雷の数半端なかったね。まあ、ただ味方はさらに消耗しましたね。なんといっても潜水艦がほぼ壊滅してしまったんで、波状攻撃を仕掛けられるとインド洋が落ちる可能性があるので、そこだけ注意しましょう。あとは敵が逃げる方向であろう場所に追撃を出します。やっぱ巡洋艦強いね。あの、ハーツ・オブ・アイアン4だと、重巡洋艦が主力艦扱い、軽巡洋艦は、主力艦扱いになっていないっていうところで、重と軽で、まあ、だいぶ扱いが違うんですが、まあ、実際、重巡洋艦はね、主力クラスですからね。発見した。よし。第3艦隊は、雷撃戦を仕掛ける。雷砲撃戦って言っていいのかな。敵戦力は空母がいるな。これは護衛空母と見た。仕留めよう、しっかり。
逃がすなよ。逃がしたね。取り逃しですね。まあ、ただ目的としていたインド洋の防衛はできたので良しとしましょう。で、空母にはちゃんと艦載機を乗せてあげないとダメだね。潜水艦を10隻失いました。インド洋攻略でボーナスが出るはずなので、このボーナスちょっと確認しましょう。いくらもらえるか。3万ぐらい欲しい。1万8000か。お、昇進があるな。井ノ口さんが少々に昇格してますね。さあ、大本営からの次の目標、アラビア海にしましょう。西海岸に戦力を振り向ける余裕はちょっと今ないので。では、まずは配備ですね。配備。航空機。空母。これで一旦空母に艦載機を乗せたので、こっからまた生産をします。建造。重巡洋艦強かったね、さっきの戦い。まずは戦艦。予定通り、海大和を一隻建造して、で、重巡洋艦だな。重巡は、海最上を5隻で、あと慶順ね。慶順がやっぱり強い。安心感あるんで、慶順は。海播磨級を5隻。これで鉄を使い切ったはずなので、残ったお金で航空機を生産します。前の週で艦上戦闘機3、2型をいくつか作ったので、艦爆は2次爆2が完成するのもあって、攻撃機ですね。艦上攻撃給油式の6。これね、97式の艦攻、もうちょっと強いのというか、新しいのというか、欲しいよね、そろそろ。もうちょっと航続距離のある。それも、早め早めに、ちょっと生産していきたいな。で、そのためにはやっぱり国勢で技術投資、航空レベル上げていかないと。お金を使おう。物資援助は石油を修理してまた金を引き出したい。兵器開発は新兵器。航空レーダー欲しい、航空エンジン欲しいけど、お金がなくて無理だ。次のターンに回しましょう。では、これでターンを送ります。しばらくは防衛、防衛、防衛、防衛ですね。よし。目論見通りドイツから鉄が供与されたので、これはありがたいな。で、長門型戦艦が一隻建造を完了してますね。冷戦の22型が生産可能。さらに冷戦の52型も開発可能になりました。これは開発可能ですね。生産可能ではなく、開発可能です。
お金が16000。鉄、アルミがちょっと不足してるんであれば、このターンは、物資援助を先に忘れないうちにやって、技術投資だな、まあ、500ずつは入れたいね、そうなると。で、航空レベルだけ集めに入れて、兵器開発で、新兵器。ズバリ、航空エンジン。航空レーダー。対水兵器はちょっと一旦置いておきましょう。で、航空機の開発する金があるかどうかだな。52型。足りる。よし。これで52型まで一気に進められるね。じゃあ時間を進めまーす。お、加賀型正規空母。さらに、甲斐播磨型。これが4隻、5隻と入ったね。だったら、これ、先に、乗せに行きましょう。インド洋に配備していきます。まずは、忘れないうちに若干隊の編成と移動を行いましょう。新規編成で、未配備艦。で、この第4艦隊を、インド洋に動かします。これでインド洋の戦力だいぶ整うと思うんで、まあ少しはね、安心材料になるんじゃないかなというふうに思います。じゃあ物資援助から行きましょう。まあなんとかインド洋を守りつつ、戦力を整えて、行きたいなというところですね。じゃあ兵器開発優先順位確認していこう。艦船の機関、小型ディーゼル機関のに、これ金かかるけどしょうがない。対水兵器も今のうちにやっちゃいましょう。お金があるときに。これでお金がすっからかんですね。で、艦隊の再編を行いましょう。どこの艦隊を再編するかという、インド洋に今4個艦隊入ったので、まあといってもね、潜水艦隊はボロボロのままなんで、ここを確認していきます。まず第3艦隊空母4、軽巡3。第5艦隊が中巡1。これもうさ、あまり意味がないので、第4と第5はガッチャンコしちゃおう。第3と第5は一緒にする。これで、第3艦隊は軽空母とはいえ、軽空母4隻という体制になりましたね。で、第6艦隊はというと、空母が4。ここってさ、あれ乗ってるのかな？艦載機。乗ってない。乗せよう。雷撃機が全然乗ってないな。雷撃機がいるじゃないか。なぜ乗せない？乗せよ。搭載率も低いね。ちょっと待って。軽空母龍城ではなくて、雷撃機を乗せていない理由がちょっとわからない。なんでだろう。なんかコンピューター任せにした時に理由があるのかな。雷撃機も乗せます。数がもうなくなっちゃいましたけどね。これで、艦隊の編成を確認しましょう。
さっき見てた加賀隆城ってどこにいたんだろう。全然違うとこ見てた可能性があるな。今、インド洋を確認しますね。インド洋。インド洋は、まずは第三艦隊。空母3。うん。軽空母が4ですね。で、第六艦隊は、戦艦が中心の水上打撃群。で、第15艦隊は、もうボロボロの潜水艦隊2隻だけと。いうところで、以下は艦隊編成なしですね。よし、これだ。デンマーク沖に突入です。ドイツ海軍。石油を送って石油が送り返されてくるって、もう明らかに石油いらないからっていうさ、意思表示だよね。完全なる。さあ、アラビア海の攻略、まだ1ヶ月あるんで、しばらくは艦隊に力をつける、その時として当てましょう。いやー、石油いらないって言われても石油しかあげるもんないからさ。気持ちでいいので受け取ってほしいな。空母は信濃型開発だけしとこう。王将はもう大砲はいいですね。なしで。で、生産で航空機。さっき足りなかった攻撃機ですね。艦上の攻撃機、これを天山79もいける？ありがたいね。で、今艦隊ってどうなってるかというと、第4艦隊だよね。ここってまあこの後動かすにせよだ。空母に、ここに空母加賀がいるんだよね。おお、直縁護衛爆撃雷撃全部が攻撃機になってるけど、それでいいのかっていう感じがするな。まず偵察機ちゃんと乗せようよって話だよね。直縁をまず天山からさ、ちょっと変えよう。いや、未配備のものがないんだ、そもそも。直縁の、冷戦とかにゼロ戦に予備がないっていうさ、ちょっとお粗末な感じだ。じゃあ時間を進めちゃいましょう。お金がこれで、次のターンかな、入ってくるはずなんで、従順が上がりましたね。で、従順の次はヤマトなんですけど、ヤマトはむちゃくちゃ時間かかるので、今の従順もインド洋に送ります。貝も髪型ですね。では生産します。いや、先に国勢やっちゃおう。石油を送っては返されるっていう押し問答を、ここでもやりましょう。でだ、生産、航空機。艦上の戦闘機ですね。冷戦の22型でいいよね。97機作っちゃいましょう。本当は、あの、二次爆と同じ距離に飛べる戦闘機というか、まあ、護衛機が欲しいところなので、その護衛機をこの後設計します。ベースは冷戦の22をベースに、爆弾とかはもういいので、航続距離だよね、問題は。
航続距離を2300まで上げないといけないな。なんでちょっと余裕を持たせて2400にして、これでいいでしょう。これでまた同じ虹戦闘機と名付けていきましょう。で、まあ一応、型番を揃える意味で、二次戦闘機の2としておきます。世代的にね、合わせるという意味ですね。じゃあこれで鉄もお金もアルミも使ったので、次にターンを進めていきましょうというところなんですが、時間がいい時間になりましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回はおそらくヤマト、カイヤマトが、完成して、インド洋に入れられると思うので、インド洋の艦隊を再編してアラビア海攻略を行っていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。